地球の皆さん、こんにちは。土屋リオです。今日はマイク手持ちスタイルなんですけれども、突然ですが皆さん休日で何をしてますか？はい、ということでね、今日は私のリアル休日を大公開していこうかなと思います。といっても別に私、まあ、みんなが想像しているようなね、引きこもり生活を送っているので面白くないかもしれませんが、ぜひね、見て、あ、土屋はこういう風に生きてるんだなと、思っていただければと思います。ということで、表にね、してみんなに見せていこうかなって思いますので、早速書いていきて早速書いていきたいと思います。はい、書けました。ということで、じゃあまずは理想の休日から発表していきたい。理想は朝7時に起きます。で、7時から、まあ、1時間から30分ぐらい朝ごはんを食べます。で、ジムに行きます。体を動かします。で、帰ってきたら、アニメとか映画鑑賞をする時間を設けます。で、お昼に、まあ、おしゃれな、カフェで、ランチをしたい。で、帰ってきたら、まあ、私ゲーム好きなんで、もう思う存分ゲームをやります、夕方まで。そしたら、夜ご飯の時間になったらご飯を食べて、お風呂に入って、ゲームをして、10時半とか11時ぐらいには、就寝する。これ理想です。理想の休日でございます。現実の休日はこんな感じです。とりあえず前日の、まあ、夜帰ってきてから朝の8時ぐらいまでゲームをします。そっから寝て、お昼に起きます。12時には起きます。で、まあ、起きたらなんか適当に朝なのか昼なのかよくわからないご飯を食べて、とりあえずシャワーを浴びます。で、またゲームをします。疲れたなって思ったら昼寝します。起きたらまたゲームをして、ゲームをしながらなんかお腹に入れるものを食べて、ゲームをして、日付またいで2時とか3時ぐらいに寝ます。これがリアルです。あまり理想を抱かないでください。これが現実です。これおもろいのかな？本当に私こんな感じなの。なんか基本的に起きる時間が定まらないというか、なんか仕事、次の日の仕事の時間に合わせて起床時間を、私結構割と早起きしたいタイプなんですよ。仕事の時間で何時間ぐらい支度に時間かかるなーよりちょっと早く起きたいタイプなんだけど、それに合わせて睡眠時間がだいたい4時間5時間ぐらいだからぐらい寝れる、なんていうんですか、時間に寝るので、まあだいたい2時とか、まあ、早い時1時とかに寝ることもあるんですけど、休みの日は本当に次の日何もないってなると朝までゲームしちゃって、ひどい時は10時とかお昼ぐらいまでゲームやってる時もあるので、もう定かではないんですけど、だいたい8時ぐらいには眠くなって寝て昼には起きますみたいな生活してますね。心配しないでください、元気なので。ご飯は1回というか食べるんですけど、ゲーム中になんか食事の時間を取らなくて、ゲームしながら片手で食べれるものとか、つまめるものをなんか食べながらゲームしてるって感じなので、ご飯を食べようっていう時間はなんかここに、まあ、一応書きましたけど、あったりなかったりします。はい、そんな感じです。私の休日は、まあ理想を抱いてる人はいなかったと思いますが、まあそうだよねって多分みんな思ったと思うんですけれども、まあ健康的に生きてる人は真似しない方がいいと思います。はい、ゲーマーなリアルな一日でした。そうですよ、理想の方は、理想は高いですからね。これは私の理想っていうよりは、なんかこれやってる人かっこいいなみたいな理想です。そう、ご飯の時間も設けてジムとか行っちゃって外出たいんですよね。でも私だったら、ここで行くんだったらアニメ鑑賞を後ろに下げるべきだったなって思いました。ジムに行くために外に出てるのに、一回家に帰ってきてまた外出なきゃいけないじゃないですか。外なんか出たくないんですよ、全然。一回出たらもう出たくないから、ここまとめちゃうべきだったから、ちょっと逆にすればよかったなってちょっと思って、改善の余地ありなんですけれども、まあでもアニメとか映画かな、特に見るの好きなので、休日でね、ゲームの時間が映画とかになってる時もあるんですけど、まあ基本ね、家から一歩も出ない生活を送っております。はい、以上です。
はい、ということで、とある一日のね、私のリアルなあの休日をグラフにしてみたんですけれども、友達に誘われれば全然出かけるので、で意外とフッカルなんですよ、私。2日前ぐらい、前日ぐらいに予定決まれば全然出かけるし、当日でも仕事終わりにご飯行こうとかあったら全然行くし、休みの日で家にいても4時間前に言ってくれればまあ対応できますよってぐらい、割とふっかりなんですけれども、まあ基本ね、私は家から出ないし、まあ誘われることもあんまないし、自分から誘うことはほとんどないので、こういう現実じゃない、こういうね休日を過ごしております。ということで、あ、なんか共感って思った人とか、面白いなって思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。